南側から三番街橋はニューヨーク市のマンハッタンとブロンクスを結びハーレム側に南行きの三番街が通っている以前は南行きのニューヨーク州道 1A 号線が通っていたこの橋はウィリス・アベニュー橋が北行きに切り替えられたのと同日である1941年8月5日に南行きの一方通行に変更された三番街橋は ブロンクスの3番街、東135丁目、ブルックナーブルバード及びリンカーンアベニューから、マンハッタンの東128丁目、東129丁目、レキシントン街、ハーレムリバードライブへ、メトロノース鉄道、オークポイント線、ハーレム側、ハーレムリバードライブを渡っている。改修プロジェクトの一部として、新しい旋回スパンが2004年10月29日に、 かけられ2004年12月6日にマンハッタン方面の2車線が開通した。補助工事ではブロンクス側の橋へのランプのデザインとマンハッタン側をカバーした。ディスカバリーチャンネルは工事に関するテレビ番組を制作した。改修された3番街橋はブロンクスからマンハッタン方面への車線があり、マンハッタン側で東128丁目と2番街、歴トン街と 東129丁目、ハーレムリバー、ドライブ南行き、FDR ドライブへの3つのランプに分かれる。2008年、橋を運営、維持するニューヨーク市運輸局は、1日あたり平均の交通量が58,510台と発表した。2000年の夏時間にピークに達し、73,121台を数えた。三番外峡には、 ニューヨーク市都市交通局の運営する BX15 のバスが走る。この路線の平日の平均乗客数は19,951人である。ウィキメディアコモンズには三番外教に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。